ルターのゾーマルクと広場周囲には、クラナッハの家や視聴者などが建っている。ルターシュタット・ビッテンベルクは、ドイツ連邦共和国ザクセンアンハルト州の都市。単に、ビッテンベルクとも呼ばれる。現在の都市名は1938年以降である。宗教改革の立役者であるマルティン・ルターが、進学部の大学教授として、教鞭を取った地として有名である。 同州のルターシュタット・アイスレーベンと共に彼の足跡を記念し、ルター都市を都市名に関している。人口は約4万5千人、エルベ川沿いにある。近隣の都市には約60キロメートル南にライプツヒ、65キロメートル北東にポツダムがある。すでに1000年前後にこの地域に関する記録があるが、 ビッテンベルクという名称が確認できるのは1187年の教会に関する文書である。その後の発展はザクセン公アスカーニエン家に影響され、ビッテンベルクは1260年に死亡したアルブレヒト1世の分割された医療のうちザクセンビッテンベルクを治めたアルブレヒト2世の宮廷都市となった。ザクセン公が持つ先帝公の地位をめぐり、 もう一方の医療セ戦ラウエンブルクと対立したが、1356年にカール4世の金印直書でザクセン・ビッテンベルク公に選定公の資格が与えられた。しかし、1422年にアルブレヒト3世の死でアスカーニエン家が途絶えると、ベッティン家がザクセン選定公となり、ビッテンベルクも選定公都市の地位を失った。ベッティン家ではフリードリヒ2世の死後、 医療がエルンストとアルブレヒトに分けられた。先帝公となったエルンストの死後、先帝公を継いだ長男フリードリヒ3世がビッテンベルクに宮廷を置いたことでビッテンベルクは発展した。宮廷画家としてドイツルネサンスの代表的な画家ルーカス・クラナッハが工房を構え、1502年にはビッテンベルク大学も創設された。その後、1547年に エルネスティン・ケが、先帝校の地位を取り上げられた結果、ビッテンベルクは再びザクセン先帝校を旧帝都市の座を失っている。1517年、ビッテンベルク大学教授のマルティン・ルターが大学内の聖堂の扉に95箇条の論題を提示したことが宗教改革の唇を切ることになった。1518年には同大学のギリシア語教授として、 フィリップ・メラン・ヒトンも招かれ、以降のビッテンベルクは宗教改革における重要な根拠地となった。北欧における宗教改革の推進者たちもビッテンベルクで学び、ルターラに支持している。その代表的な例として、デンマークのハンス・タウセン、スウェーデンのペトリ兄弟らを挙げることができる。2009年にルター派世界連盟はビッテンベルクに出先機関を開設した。 このセンターはルターユカリのこの都市に集うルター派協会内グループに宗教的、神学的サポートを与えるものとなっており、ドイツ福音主義協会とアメリカ福音ルター派協会の施設と密接に結びついた運営を行っている。ありがとうございます。